始まるよ。はい、お願いします。お8月8日月曜日午後7時になりました。松代テレビ局がお送りしますしゃべくり松代第41回、今日はですね、スタジオがあります、ここ松代町歩きセンターのすぐ近く、蓮城寺にあります七面山という縁日が開催されております。ちょうどこちらも始まりましたけれども、ちょうど歩行者天国も今始まったところですね。先ほどパトカーが先導しまして、いろいろ車の規制とかやっておりました、はい、というようなことで、今日も賑やかに始めたいと思います。今日のゲストをご紹介いたします。清泉女学院短期大学の国際コミュニケーション科モニターゼミの皆さんです。よろしくお願いします。お願いします。今日はいい ね、はい、それでは国際コミュニケーション科の、GCDF ジャパンキャリアカウンセラー講師で経済学博士のすごいでしょ、森田康信先生、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。草食系男子ですが今日は頑張りたいと思います、はい、それからジブリ大好きもののけ姫の持田美咲さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。次は AKB48 大好きの大宮千夏さん。はい、篠田真理子神吉大宮千夏です。よろしくお願いします。今日なんかいつもになくね、賑やかでいいですね。ね、他に今日はね、小沢先生、それから、町内の方も見学に来られております。またよろしくお願いいたします。それでは第37回の時にもご紹介をいたしました。街歩きコースの3つのコース、いろいろと作られている学生さんたちをお見えになりました。その学生さんたちがです、お客様ですね、募集されるんですよね、はいはい、その方々が、街中を歩いている間に、おもてなしをしようということで、ドリンクを開発されている、こちら今日は森田ゼミの皆さんということで、また散策コースのご紹介もしていただきながら、新しいチラシもできたんですよね。そうですね、はい、それからドリンクの特徴などもご説明をいただけるということでございます。それでは森田先生、はい、フローズンの方から、あ、ごめんなさい、まだな、チラシができたんですね。あ、はい、そうですね。チラシのことをね、はい、ご紹介してください。はい、松代町の散策ツアーというものが9月18日ありますけれども、はいはい、そのルートを3つ、考えておりまして、これは武田ゼミというまた別のゼミの、うん、はい、学生さんが考えているものなんですけれども、3種類ルートがありまして、うん、1つ目はこちらに表示されてますけど、食松代ルートというですね、食べ物、食べ歩きですね、はい、をメインとしたコースのルートが一つですね、はい、で、じゃあ1枚めくっていただいて、で、こちらは、作るですね、松代焼きを作ると、散策して松代焼きを、焼いてみようという体験のコースがもう一つありますね、はいはい、非常に綺麗なチラシになってますけれども、ね、これは学生さんが作られた、これは、月岡さんという方が作られたみたいで、チラシのことに聞くと、15分ぐらい語ってくれましたので、かなり思い入れがあると思いますね。そうですね、はいはい、そういうコースが、もう一つありますね。で、3つ目が3つ目が、写真ですね、はい、いろんな名所、すごい美しい、景観のある場所がたくさんありますので、はい、そこを写真を撮って、コースを回って、で最後、はい、街歩きセンターで現像までできるっていうコースが、はい、もう一つありますね。はい、現像、ここでデジカメであれですよね。あ、デジカメで閲覧でしたね。はい、はいはい、までできるとやるというコースでね。はい。はい、本番が9月の18日。はい。はい。松代、城下町松代で若者による若者のための街歩きイベントということで。はい。NPO 夢空間、松代の街と
心を育てる会と清泉女学院短期大学の学生さんコラボで企画をしている内容をご紹介いたしました、はいはい、その時のコースの参加者の方に先ほどもご紹介しましたおもてなしをするということでジュースを開発された、なんか名前が決まったらしいですね。あ、そうですね、はい、名前がですね、はい、長芋のジュースとあんずのフローズンが、はいはい、あるんですけれども、はい、フローズンが名前なんですか。フローズンがですね、濃厚あんずちゃんって言いますね。女の子っぽいですね。女の子です、はい、濃厚なんで、でも肉食系女子ですね。肉食系女子、はい、なるほどイメージしてますね、はいはい、でもう一つがすっきり長芋くんというですね、はい、男の子、男の子っぽいですね、草食系の方ですね、はい、草食系の、みんな草食、ああ、そっかそっか、はい、はいはい、ということで、はい、という2つの、はい、じゃあ森田先生、あんずちゃんとそれから抹茶の方の、長芋君をご紹介してもらえますか。はい、分かりました、はい、ですね、まあ、あんずフローズンですね、まあ、あんずっていう松代の特産ですね、はい、を、まあ、使った、フローズンを考えまして、はい、フローズンっていうとあの私ではあんまりこう馴染みがないんですけど、どんな形の形状って言いますか、はい、そうですね、まあ、うん、なんて言いますか、まあ、ヨーグルトのシャーベットに近いような形ですね。なるほど、はい、で、まあ、ポイントはそのあんずが効いてるっていうことと、はい、もう一つはあの、まあ、ちょっと生クリームを入れて、あ、はい、濃厚さを出してる、あ、なるほど、ね、いうところは美味しいポイントかなと思いますね、うん、あんずるより食べるが安しで、あ、すいませんどうぞ失礼しました、はいはい、それがフローズンですね。フローズン、はい、はい、で、まあ、抹茶の長芋ジュースっていうものは、はい、まあ、長芋ジュースにするっていうのは結構イメージがつかないとは思うんですけども、はい、まあ、牛乳ですとか、はい、まあ、氷ですとか、あと、まあ、抹茶を入れて、はい、まあ、シェイクのような形で楽しんでいただくというものですね。で、まあ、少しあの若者の方をターゲットにしたものですので、はい、まあ、すっきり爽やかな、はい、まあ、感じが出るようには工夫しています。はい、分かりました。次に持田さんは、はい、もう一つの長芋ジュース、抹茶小豆味、抹茶小豆味ですか、はい、どんな感じのやつですか。はい、先ほど森田先生に紹介していただいた、はい、若者チームの長芋ジュース、抹茶長芋ジュースと似た感じなんですけれども、こちらはあのご年配の方々向けの開発チームということで、うんうん、抹茶それから小豆が入っています。と商品コンセプトは飲む長芋で、はい、と味はですね、と砂糖は全く使っていないんですけども、うんうん、はい、と抹茶と長芋と小豆の甘さがほんのり感じられて、とても爽やかな甘いドリンクになっております。はい、はい、先日 の、 あのプレゼンテーションの際にやっぱりご年配の方飲んでいただいたんですけれども、はい、ちょっと砂糖がきつすぎるというようなことで ね、はい、その後改良を重ねていただいて、今回は小豆の味を全面に出して、はい、砂糖はなしということになります。砂糖なしで大丈夫、はい、大丈夫です、美味しいです、フリグッド、はい、オッケー、ぜひ飲みに来てください、はいはい、楽しみですね、はい、はい、次にあの篠田さんじゃねえや篠田です長芋ジュースの黒蜜きな粉、はい、はい、黒蜜きな粉はですね、先ほどの抹茶小豆味と同様で、うん、商品コンセプトが飲む長芋です、ね、長芋、はい、はい、と味の方はですね、うん、きな粉の優しい味の後にちょっとほんのりと黒蜜の味も入っておりまして、いろいろと楽しめる味となっております、うん、あ、なるほど、はい、なぜそんなに美味しくできるんですか。何を入れてあるんですか。愛情を込めたから、そうね、そこポイントだよねそうですね、そうそうそう、それはあの持田さんのブログにも書いてありましたけどね、はいはい、そこがポイントです。一番はね、僕もあの飲食業をやってますけれども、やっぱりあのその時飲んでいただいて楽しんで、あ、よかったなってね、あのそんな顔をこう思い浮かべながらね、はい、うん、愛情を込めて作る、ここが一番のポイントですよね、うん、はい、はい、18日の本番に向けて、何を出しているんだって今日は全然ペース狂っちゃうそうでもないか、何ないですか、ちょっと見せて、ああ、おしめのね、おしめの、はいはい、わかりました、はい、なんせね、この子はね AKB48 の大好きで、もうあの15分じゃとても足りなくて明日の朝までかかっちゃうというくらいね、
大好きなんだよね。はい、わかりました。何か本番に向けてどうですか。これだけはぜひその伝えといて、こんなところを楽しみにしていてほしいとか、はい、うん、ありますか。松代とブログを合わせて、うん、松代具というブログを私たち書いてまして、はい、最初の商品開発の段階から試作、はい、それからプレゼンテーションのことや9月18日の宣伝のことなどいろいろ書いてますので、うん、ぜひご覧ください。そうですね、はい、ちょうどね私が担当しました第37回の7月の11日に立ち上げの日になりましたね、はい、松代と、ブログを合わせて松代ログという名前でできております。もうすでに早々に1000超えて今は2700、ね、はい、先ほど見ました2700ですか、きっとこれ放送見ていただいてもうすぐ3000くらいになっちゃうね。もちろんですね、はい、ね、もちろんです、月曜日は森田先生が担当で、寄稿されております。それから、水曜日と、金曜日、はい、森田さんが担当、はい、そうです、ね、それから誰だったっけ、つかちゃん、つかちゃん見てるよきっとね、つかちゃん、はい、金曜日は武田ゼミの学生が、うん、はい、書いてくださってますんで、そうですね、はい、本番に向けてまたプロモーションビデオも、出来上がりましたらまたお預かりをして、番組宣伝で松代テレビ局の方でも番組で見れるようにしていきたいというふうに、うん、思っております、はい、また日々のね活躍を大いにそこで発表をしていただいて、はい、どんな味の改良になりましたよとかねいうふうにね、してください、はい、それからそう、もう話終わっちゃったねそうでもねえか森田先生何か、はい、本番に向けて、まあ、もちろん意気込みはね、はい、いろいろ先ほども お話をお伺いしておるんですが、まあ、そうですね、うん、まあ、みんなすごく授業講義時間以外も、はい、街を歩いたりですとか、この街を体感した上で商品を開発したりルートを作ってますんで、うん、そのあたりは、まあ、期待していただいてもいいのかなっていうところはあります、はいはい、あと商品開発のブログにちょっと写真が少ないんですけども、うん、それちょっと熱中しすぎて私が写真撮るの忘れてたっていうのがありますんで、全部私の責任かなというふうには思ってます。いや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 はい、たくさんの人が若い人もご年配の人も来てくれればと思います。そうだね、はい、いろいろまた18日の本番前12日の時に、最後また小沢先生や他の先生方それから学生さんも来られるかな、はい、本番前の番組ということで一応予定をしておりますので、その際にまたカレーのことですとかね、ご紹介をしたいというふうに思っておりますということで、まだ時間ある AKB の話する足りないですね、足りないね、はい、失礼しました、はい、そんなんでねこんな形で皆さん頑張っておりますので、大いにご期待をいただいて、9月18日の、本番に向けてですね、B 松代の撮影コースは何人でも OK ということでお聞きしております。 そうですね、はい、それから和菓子を食べるコースについては限定20名ですね、それから松代焼きを、作るコースについては限定10名ということで、はい、予定をしておるところです。まあそれぞれ若干お金はかかる部分もありますけれども、ぜひ皆さん楽しみに、たくさんの方がお見えいただくように、これもブログでまた募集というか告知されるんですよ ね、そうですね、はい、当日18日の朝松代城でね、はいはい、募集もいただいてそこでご案内をしていくというような段取りになっております。また小沢先生18日本番ですけど12日の日にはねまたぜひ来ていただいて、カレーのお話もねその時に、していただきたいと思います。
ということでお願いいたします。お送りしました第41回のしゃべくり松城、いかがでございましたでしょうか。こんなにね、あの松城の町のことを考えて、学生さんたち頑張って、応援してくれてます。松城の皆さんも頑張って町づくりに、大いに力を発揮していただきたいというふうに思います。本日は、森田ゼミの皆さんをお迎えしまして、しゃべくり松城をお送りしました。ありがとうござい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 ました。さて、来週のしゃべくり松城、はい、ね、今ね、生放送で出ましたけどね、いやすごい、ちょっと合ってない、すごい人気ですね。そうですね、いや素晴らしいですね。いや人気、なんかどっかにテレビ出てる、今日かっこいいでしょ。いやネクタイなし、久々に、ね、どうしたんですか。今日は、今日はどうしたんですか。あ、かっこいい。あ、実はね、これはあの来週の予告放送の、あ、予告放送、はい、本題に入ります、本題に本題に入りますからね、はい、はい、ということで、来週はですね、はい、お盆の15日と15日ということでですね、はい、ちょっと趣向を変えていきたいと思いますね、はい、パーソナリティはどなた。パーソナリティは三田さんなんですが、うん、あの秀英高校の教頭先生があの大本営のことについていろいろお話をしたいということで、ね、ある程度もうお任せしちゃって。なるほど、実はあの秀英高校ご存知だと思うんですが、学校を挙げまして松代大本営のことをずっと長年、あのあれですよね、やってらっしゃいます。じゃあその土屋先生を中心に出ていただける。そうですね、あのなんか学生さん来る方がちょっと共同研究班の皆さんもっていう話なんですけど、うん、なんかその話してましたけれど、ちょっと私も詳しく、先週たまたまこちらスタジオ行きましたらね、うん、あの京都先生来られて、うん、実はねなんて話から始まってね、それはまた本番でということでお話をしたんですけど、あ、まあそうは言っても内容的にはちょっとこうお話、どんな内容になるんですか。やっぱり地下壕の話なんですけど、うん、いろいろその強制労働とか悲劇的なのお話もありました。でもまあそればっかりじゃない、うん、なかったんだよって、もっとね、あのいわゆるまあ美談と言ってはいけないんですけど、うんうんうん、ご苦労された、あ、そのなかなか明かされなかった部分、今だからなんていうようなお話もね、うん、されてました。私も詳しくはよく分かりませんが、じゃあ違う切り口というか、そうです、ね、側面からこう研究されてることを発表してくれる。そうですね、そんなようなことをおっしゃってましたので、うん、私たち松代住んでても知らないこといっぱいあるからね、うん、そうですね、うん、じゃあ本当に来週楽しみですね。お盆、そうですね、お盆特集でございます。お盆特集、30分ですね。そうですね、ちょっと延長して、というふうに言ってましたので、でね、はい、普段は15分なんですね。そうですね、普段15分です、ね、当日は30分番組、30分番組そうです、ね、持つかなって言ってましたけど、十分だと思いますけどね。もう、はい、持ちすぎるんじゃないですかね。1時間も喋っちゃうからね、途中でやめてもらわなきゃいけない、ね、誰かと同じですね、はい、わ、はい、かりました、はい、ということで、それでは来週しゃべくり松城、お楽しみに。はい、お楽しみに。松代はあなたの街、それそれそれくり松代、また見てね。